はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、ちょっと遅くなってしまったんですけども、クラウンスポーツ、こちらをですね、ちょっとトヨタに来ましたんで、見ていこうと思います。いつも紹介していただいているですね、タヒキンさんは納車で忙しいということなので、私がですね、さらっと取っていきたいと思います。いや、このタイヤやばくないですか。235-45R21 インチ、21インチですよ。これはまたミシュランのタイヤ、かっこいいっすね。こんな感じです。ボディカラーブラックなんですけどね、またクラウンスポーツのブラック、これ最高ですね。リアですね。いや、トヨタのね、エンブレムが本当にね、今回小さいんですよ。これがまたかっこいい。そしてクラウン。またリアのランプがね、かなり低い位置にありまして、これもかっこいいですね。まあ、この前に発売されたクラウンクロスオーバー、これにまあ形的には結構近いのかなと思います。ただですね、ボディサイズ的にはこのクラウンスポーツの方が小ぶりで、いやー、扱いやすいような。で、またね、中入ってみると広いんですよね。それがびっくりです。よいしょ。こんな感じですね、中はね。この、内装の色はサンドカラー、これ注文の時にですね、設定色として、頼めるそうです。まあ、この辺はプリウスとかとも一緒ですね。縦置き充電とかね、まあ、この辺は本当に、クラウンクロスオーバー、この辺りと、すごい似てるなという感じです。ちょっとね、エンジンかけさせてもらおうかと思ったんですけど、エンジンかけたらね、あのガソリンがもうエンプティーついてましたんで、ちょっとそれは、叶いませんでした。お約束の LED の、ライトですね。はい、ね、本当に内装色ブラックで、いやー、シックですね。大人の色気を感じる、そんな一台となっているかと思います。運転席から見た後ろの感じ、これね、結構後ろが狭く見えるんですけど、実際座るとね、かなり広かったですよ。今ね、先ほどあの運転席私のポジションにしたんですけど、こんな感じ、拳1個余裕で入りますね。はい、この辺もね、あの充電系とか、ついてます。まあ、もうこの辺は快適装備と。はい、よいしょ。ちっちゃいですけど LED も綺麗ですね。はい、後ろの席から見るとこんな感じですね。じゃあ、ね、最後に後ろにもう一度回ってパワーバックドア開閉したいと思います。一つは余裕で置けます。はい、後ろの席倒せばですね、ゴルフバッグ4つぐらいはいけるみたいですね。
この辺はプリウスと一緒ですね。はい、こんな感じになります。いや、今日タヒキンさん不在で、詳しい説明していただけなかったのが残念ですが、私の方でですね、簡単に、クラウンスポーツの紹介をさせていただきました。本日も最後までのご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。